地震があって、やっぱり実家がね、心配で実家に戻ったんですけども、で実家をまあ急ぎ足でね、ささっと見て、瓦もまあ塀もね、大丈夫だっていうことですぐこっちに戻ったんですよね。戻ると同時にカメラを持って、まあ縛りの箇所の前に行ってね、撮り続けたっていうのも現状です。本当にもうビビたるものしか来ないっていう頭だから、別に気にもしないで、ただカメラを持ってね、海を見た時にはしきらみに入ってたんです。そのしきらみを撮ろうと思ってカメラを持って行ったのが当時の私の姿ですね。まあ海を見たらば、うちが一軒流れてきたと。そういう状態で、あ、これはただごとでないと思って向こうに行ったんですよね。その時今度三番目が来たのね。それが街中に入っていくのは完全目撃してるんですけども、原発もね、当時爆発した時も私らはもう電気電話水道全てにおいて遮断されていましたので何の情報もありません。もうそれどころじゃないですよ、原発どころじゃね、状態がね。それでもう痛い相談とか救難活動にも一生懸命ね、私らは専念してたもんですから、現状は白かったですからね。前が海のもんですから、ここは下野がね、メインでやってたもんですから、この下野も今はできない。それでこういう袋物でやってるんですけども、この袋物も完全に密封されたものというような状況の中でね、販売していくっていうのもなかなか厳しいです。そうですね、漁業関係っていえば私も漁業者の一人なんですけども、これから先どうなるかっていうのもね、不安なことは不安です。でも今現在はできるような状態じゃないです。そうですね、観光に来てくれる人はね、まあ、復興復旧支援という形で来てくれますけども、大変ありがたいです。やっぱり人が来なければこのままです。私も当初この店を開ける前は、道路は穴だらけです。穴だらけでもう、車もね、乗用車もやっと通るような穴が多かったんです。仮設道路っていうものを、まあ、みんなの力でね、作ってもらって、今現状は、まあ、なんとか、それでバス等を、観光客等をね、誘致しているのが現状ですね。まあ、人が入ってくるっていうことに対しては、私は大感激ですね。